アンパンマン、アンパンマンの登場人物一覧、カレーパンマンカレーパンマンは、アンパンマンシリーズに、主要なメンバーとして登場する架空のキャラクター。声優は、柳沢道夫。サンリオの雑誌、月刊1号絵本に掲載されていた、連載漫画アンパンマンの、第15話で、アンパンマンが、弟を作ってくださいと、ジャムをさんに頼んで製造したところ、理由は不明だが、 カレーパンとして誕生。この初登場話では、顔が現在のものと異なり、アンパンマンの顔を上下に潰したような顔だったが、第22話で再登場してからレモン型の顔になり、以後は、これが、基本になった。絵本での書出は、1981年11月初版観光の、アンパンマンシリーズで、最初のクリスマス絵本、アンパンマンのサンタクロースだった。 映像での初登場は、テレビアニメ第2話 B パート、アンパンマンとカレーパンマン1988年10月10日、公営。頭部が、カレーパンでできており、原作では、アンパンマン同様に顔を食べさせ、首なし状態で活動する場面もあるが、アニメ版では空腹のものには、顔のカレーパンでなく、カレーライスを提供することが通例。ご飯を炊いて、 鍋に切った野菜と共に、自身の体にあるカレーを入れて温めるときと、カレーのルーを用意して作るときとがある。アンパンマンと同じくジャムおじさんによって作られて、生まれたが、アンパンマン、メロンパンナ、ロールパンナとは異なり、誕生時のエピソードは漫画版でのみ描かれており、ここではアンパンマンの弟ということになっていたが、これ以後は、 また、媒体含めあまり兄弟という描写はなく、アニメ版では、初めて会った際にアンパンマンは、カレーパンマンのことを一切知らない描写があった。なお、アンパンマン大研究には、ジャムおじさんは、アンパンマンを作った時のノウハウを生かして、カレーパンマンを作ったという胸の記述がある。また、キャラクターソングの歌詞では、生まれたところは知らないが、と歌っている。あるいはまた、漫画、 トベ、アンパンマンにおける設定では、カレーから来た、宇宙人ということになっている。クリップカレーパンマン前述の通り、頭部はカレーパンでできている。黒目はアニメ初期の頃の方が大きく描かれていて、目を閉じると、茶色のまぶたが見られた。胸には、顔をイメージしたマークがある。服はオレンジ色で、黄色の手袋と、ブーツ、白いベルトを装着している。 原作では、月間日越え本番から登場。現在とは異なり、服の真ん中に、カレーの C ではなく、なぜか、K のマークがデザインされていた。アンパンマンやメロンパンナなど異なり、パン工場では生活しておらず、普段の生活風景はわかっていないが、カレーの国にあるとされる、カレーが丘で生活している。近年はよく、食パンマンと共に、 学校での給食の配達を手伝うこともあるが、特に定まった仕事は見当たらない。草原で昼寝をしている場合もある。放送初期の時は、モブキャラクターとして登場して、絡みがなかったエピソードも存在する。原作漫画版の時点から、パンケーキャラに、共通の顔が汚れたり水に濡れると弱くなるの他に、カレーが辛いとテンションが上がる。 カレーを吐いて武器にするが出しすぎるとしぼみ、カレー補給で復活というような特徴があった。アニメ版では、アンパンマンなどのように顔を食べさせたり交換する場面がほとんどなく、カレーを失った場合にカレーを注いでもらったりして、復活した後の決め台詞は、辛さ100倍、カレーパンマン。アンパンマンと同様、顔を殴られるとタンコブができる。また、本編で、 アンパンマンの体が泥まみれで、すぐには洗い落とせない時には服を提供したことも、あった。性格はかなり短気。また、喧嘩っ早く、熱血な一方で非常に涙もろい江戸っ子のような、性格。アンパンマン同様、弱いものを決して見捨てない、優しさと勇気を持っている。そやな口調が目立つが、ジャムおじさんなどの目上の人には敬語を使うと、 ある程度の礼儀はわきまえている。一人称は、俺。テレビアニメ初期の頃は、おいらとも言っていた。稀に、俺様や、僕とも言う。落ち込んでいるものを辛口で責め立てて帰って深く、落ち込ませてしまうこともある。不器用で、女性や、幼い声の扱いは苦手としているが、人情け深く、面倒見のいいところもあり子供たちからも慕われている。強さとは、 辛さと考えている。また、くん、〇〇ちゃんまで故障があるキャラクターは、相手によっては、呼び捨てだったり、そのまま呼ぶことがある。ロールパンダや、クリームパンダのことはそれぞれ、ちゃん付けで呼んでいるが、登場当初は呼び捨てにしていた。カレー料理を作るのが得意で、カレー丼を提供したことがあるが、カレー丼マンのカレー丼には、否定的だった。 空腹のバイキンマンやドキンちゃんにもカレーをあける姿勢はあるが他の食べ物のキャラクター同様に列に並ばない他人の分を取り上げる武器で脅かすといった暴挙に出ればあげることを拒むわざと激からカレーをあげることもある甘い食べ物は苦手で食べすぎると体が弱ってしまうこの体質を利用したバイキンマンに甘いお菓子で脅かされることもある ジャムおじさんのシチューの制作途中で食パン漫画ンカレー粉を入れて無理やり作ったカレーを補給した際には頭がクラッとするとコメントしていた。その一方でシチューおばさんの作った甘みのあるカレーシチューを食べた時には優しい味がすると気に入って何杯もおかわりをしていた。アンパンマンの戦い方が甘いと指摘するほど自身は好戦的である。ただし カレービューの多様で、パワーダウンしたり爪の甘さから形勢が逆転されることも珍しくない。演劇では主に悪役をやらされ、アンパンマンほどではないが、演技は下手でセリフも棒読み。ただし、舞台に立つこと自体は嫌いではないようで、食パンマンと主役の取り合いをすることもある。バレエなど芸術には無関心だったが、たまにはいいということで感激していた。 食パンマン初登場の時は、彼のキザな言動を不愉快に感じており、彼がカビルンルンに襲われていても見捨てようとしていたが、結局は食パンマンの苦しそうな姿が見ていられずに、助け出した。以来、食パンマンとは、言い争いが多いものの、パトロールやアンパンマンの手助けなどにおいて、行動を共にするようになった。食パンマンの助言で問題を解決したこともある。 食パンマンが白いものを食パンに例えるセリフを言う、時に、いつも体をかゆがっている。女性との接触はあまり得意ではないが、これまでいくつかの女性キャラクターと交流があり、さらには好意を抱いているかのような描写も見られる。アニメ初期の頃は、シュークリーム姫と両思いの関係にあったが、現在は、どうなったかは不明である。TB は A。 カレーパンマンとお菓子の国では、改めて行動を共にしていたが、特別な感情は見られなかった。また、ハッパちゃんにも、好意を抱いているかのような描写があり、彼女に絵を送ったことがある。スペシャルダブルパンチ。辛口カレーパンマン劇から、カレーパンマン映画版では、他のキャラクターを守ったりして食パンマンと同様に、真っ先に、変身、固められるパターンが多く、 その頻度も食パンマンと並んで多い。テレビアニメ、それいけ。アンパンマン放送30周年特別企画として、アンパンマンシリーズのテレビアニメと映画に登場した全キャラクターを対象とした人気投票、一番好きなのだあれが2018年7月20日から8月20日まで行われた。結果は10月3日のアンパンマンの日に発表された。 カレーパンマンは第7位となり、第12位の食パンマンより上位だった。原作者柳瀬隆は、カレーパンマンの役割について、スパイス役と語っている。カレーは、柳瀬の学生時代からの好物であり、カレーパンマンの顔のデザインも柳瀬がよく買っていた、カレーパンの形にちなんでいる。柳瀬が作詞した、カレーパンマンのテーマ曲、飛べ。カレーパンマンも、 本人のお気に入りだった。カレーパンマン像、柳瀬隆史ロードに設置されている石像の一つ。アンパンマンシリーズの登場キャラクターの姿をかたどったオブジェは、日本各地にいくつか点在しており、わずかながらカレーパンマンの像もある。石造りのものに関しては、高知市のものを例外として、大半は同じ企画で作られたもので、それらの各キャラクターは、 見陰石でできており、高さは約1.2から1.4メートル。右に画像で示した柳瀬高志郎道の石像もその一つである。JR 四国2000系予算線二代目カレーパンマン号カレーパンマンをメインにデザインされた客車。2010年撮影。ヒゲンソン。同じく四代目カレーパンマン号2013年撮影。ヒゲンソン。 四国旅客鉄道は JR 四国2000系機動車にラッピングを施し、カレーパンマンをテーマにした車両であるカレーパンマン号を予算線アンパンマン列車として2001年10月より運行していた。2000系のアンパンマン列車は大きく予算線系統と土産線系統があり、予算線には11両のアンパンマン列車が配属されていたが、 2016年3月26日のダイヤ改正によって JR 四国パッセン系電車で運行されることになり、バイキンマン号をはじめ、大半の車両が予算線の2000系アンパンマン列車から引退した。そのような中、予算線の2000系アンパンガマン列車は、予算線和解、アンパンマン列車として3両が存続され、カレーパンマン号はそのうちの1両であった。その後、 カレーパンマン号は2019年9月27日をもっておむすびマン号と共に運行を終了しアンパンマン列車から引退後継として常述の8000系アンパンマン列車に準じた白色をベースに虹が描かれたデザインに変更された予算線和解アンパンマン列車を運行している2001年の運行開始以来何度かデザインが変更され 最終デザインは4代目であった。アンパンマンシリーズとコラボレーションしている乗り物としては、上述のアンパンマン列車の他に、JR 四国バスのアンパンマンラッピングバスがあるが、カレーパンマンをメインに扱った車両は存在せず、仲間たちの一人として描かれている。ありがとうございます。